YouTube の皆さん、いつも見ていただきありがとうございます。平成4年度今日からね、表を取ってみようかなと思っております。今までからすると大体、2週間ぐらい遅れましたね。まあいろいろあろうかと思うんですけども、まあ正直言って、1月2月は寒い日が長く続いてね、大雪こそ降らなかったけどもね、寒い日が続いて、色つきが非常に悪くてね、今まで遅れてしまいました。これから大変だなと思いますね。何ですか、夏で、ね、今はだいたい長崎早生を撮りたいんだけども、そういうことで、ちょっと遅れてるもんだから、夏よりとダブるんじゃないかなと思ってね、まあそれが心配ですかね。取る方も詰める方も大変になってくると思いますね。ダブってしまうからね。まあ今年平成4年度はどうかなとね、胸ワクワクしておりますけども、ちょっと時期がいつもより遅れてるかなという感じが、それが一つ心配です。今日は5月の何日だっけ、12日かな、木曜日、木曜日だな、明日金曜日、とりあえずね、今日はね、なんでこんな格好カッパ着てさ、あれしてるかっていうと、雨が続いてるのね。まあ皆さんどこもこうもう日本全国は雨なのかな、ちょっと太平洋側は雨みたいやけどね、それでちょっとこう梅雨が濡れちゃうんで、ちょっとこんな格好しております。今日は派手な出陣式にはなりませんがね、私一人です。とりあえずちょっと覗き行こうかなと思っております。だから雨が降ってるもんだから、今小屋の中でね、小屋の前でちょっとこう撮影をしております。明日まではちょっとこう雨が降るみたいだね、日本全国から、いや東日本だけかな。とりあえずそういうことでね、明日まで雨みたいなので、ちょっと心配は心配なんだけどね。まあ兄貴たちの夫婦がね、土曜日から応援に来てくれるみたいなんでね、その時は発送しなくちゃいけないもんだからさ、本当長かったな、この2週間も精神的に参りましたよ。でもね、その分美味しいビアが消費者の皆さんには届くと思いますよ。そう思っております。今日はもうこんな格好で悪いけどさ、本当はみんなが来た時ね、撮りたかったんだけども、ちょっとバタバタするんじゃないかなと思ってね、今ここで、撮っております。そういうことかな。皆さんはいかがですかね。今年もまたよろしくお願いします。雨ばっかし嫌だねだもん。農家は雨はダメだね、仕事ならないもんね。そういうことでね、今日はまあ頑張るぞという意味でね格好だけですけどもね、疲れるねともこれからしばらくはね。なんだレポート、みんなお前みんなな、お前のことをプーチンと言ってるよ、プーチンと俺が洗脳されてしまってたよ。俺一人で旗を振ったやつは、マサハルに全部洗脳されてから、あのヘルメットは何かって言ってよ。いいじゃないの。今は模擬ではあんたのことをみんなプーチンで呼んでる。なかなか面白いね。おー、いいね、いいね。ああ、いいね、いいね。よく映ってるよ。うん、いいねいいね。ちょっと紹介してよ、紹介紹介、みんな紹介して。紹介ってお前結局言うた通り、プリ
宮治が言うた通り、みんな家族、徳永がおります、九条さんが座っております、はい、お嬢が座っておりますよ。お嬢、このお嬢ですよ、お嬢はい、冷凍もおります、はい、九条さんもおります、はい、以上です。はい、で、琵琶のその後のどうですか。琵琶で、うん、正直言って綺麗、綺麗やっぱり。あ、だから箱に詰める時も詰めやすいね。あ、傷がないから、ね、あ、はいはい、うん、今日が初めてのみんなのあれでさ、あ、おかげでほら助けてもらってさ、ちぎることができるけどさ、これからよ嬉しいね。いいよいいよ。どうですか。おお、よく映ってる。もうちょっと映って、ちょっと正面にもうちょっと。おお、いいよいいよいいよ、いいね。そうそう、そこでいいよ。おお。でも上手になったね。ね、今年のビアちょっと小ぶりですか。いや、そんなこと絶対ない。あ、ない。あ、そう、おお、大きいしね、うん、あのあれ、あの傷がない。うん、なんかごいちゃんもあの文治さんに去年言われて袋を変えてね、うん、あの護衛してたのを7円にして、うん、傷がないようにしたって言ってたからね。うん、俺の一言はね、うん、意外とみんな聞いてくれてて私以上に一歩打ちんだね。みんなやられてんだよ俺忙しいんだって。皆さんもほらコロナとかなんとかさあるからさ、体に十分注意してね、頑張りましょうね、お互いにね、お互いに頑張りましょう。今日はここまで、お疲れ。